アイドルグループアンジュルムのサブリーダーを務める河村彩乃、24が、今週開催のコンサートツアーをもって、グループ及びハロー、プロジェクトを卒業、芸能活動を終了することが4日、公式サイトで発表された。河村は1999年7月7日生まれ、高知県出身、2017年6月26日にアンジュルムに加入した。特技は、魚の三枚おろし、で、日本で9番目、女性初となる、一級マグロ解体師、資格を取得した、V シネクスト、特装戦隊デカレンジャー 20TH、ファイアーボールブースター、には、牧野植物園のベテラン学芸員、木ミス役として登場している。同グループは、2009年4月、ハロー、プロジェクトの研修生メンバー、当時の、ハ、ロクロエップ、から結成。グループ名はスマイルとエイジ、世代、を合体させた造語で、スマイルエイジ、で、インディーズ活動を経て、2010年5月、夢見る15歳、でメジャーデビューを果たし、同年、第52回日本レコード大賞、最優秀新人賞を受賞した。14年10月3期メンバーの加入とグループ名変更を発表し、アンジュルム、ANGERME、となった、天使のような優しい心で、いろんな涙を一緒に流していこう、という意味が込められている。ネットの声、河村彩乃さんは高知で小学生の頃から、お魚、大使、を務めたり、地元グループで活動してました。ハロプロ研修生になったのは高2と遅く、小学生の先輩より力不足と感じた。とかでくじけそうにもなったとか、アンジュルムには高3で加入、かっこ良さが売りのグループの中で可愛らしい歌声で存在感を発揮し、長い足を綺麗に見せるダンスも目を引くように、面白いアイドル人生だった、はわかる気がします。一級マグロ解体師の資格は高知にいた頃から興味があり、コロナの時期に勉強していったそう。アンジュルムの卒業生では ME、I に入った笠原桃さんが注目されてますが、河村さんは芸能界も引退とのこと、驚きの決断ですが、幼少期からのアイドル活動にやりきった思いがあるのかもしれません。コメントにある、諦めるよりもこだわり抜く、はずっと座右の銘に掲げていた言葉、新しい人生でも自分の道を切り開け、いていくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。